ニュースを伝えします。朝鮮労働党第7回大会に際して敬愛する金正恩元帥の普及の著作、偉大な金日成同志は我が党と人民の永遠なる領袖であるをミャンマーのミッドタルモ出版社が、また戦軍の旗をさらに高く掲げ最後の勝利を目指して力強く戦おうをイタリアのミラノ・チチェイッソ研究センターが、ローマのカルロ・ケリニ印刷所で出版しました。各国で敬愛する金正恩元帥が朝鮮労働党委員長に選出されたことを報じました。10日から12日までの間にナイジェリアの新聞ナイジェリアン・オブザーバー、ラオス通信と新聞ビエンチャン・タイムズ、シリアの新聞ティシュリン、カンボジアの FM95 放送、エジプトの新聞アル・アフバル・アル・マサイ、コンゴ民主共和国通信、そしてナイジェリア・キム・イソン・キム・ジョン主義研究全国委員会、極東産チェコ・朝鮮友好協会、イタリア・朝鮮民主主義人民共和国友好連帯協会、朝鮮との友好協会イタリア支部、ペルー・朝鮮友好文化協会の各ホームページが、朝鮮労働党第7回大会で労働党の党員皆と人民軍軍人、人民の等しい意志と願いにより金正恩元帥が朝鮮労働党委員長に選出されたことをそれぞれ報じました。マスコミ各社は金正恩元帥の写真を共に載せています。敬愛する金正恩元帥にペルーのカリアオ日報社から贈り物が贈られました。訪朝したカリアオ日報社社長兼編集長のアブラハム・ラミレス・リトマ氏が16日関係者に贈り物を手渡しました。朝鮮労働党委員長に選出された敬愛する金正恩元帥に、在日本朝鮮商工連合会常任理事会、在日本朝鮮青年同盟中央常任委員会、在日本朝鮮民主女性同盟中央常任委員会など総連の中央団体と、朝鮮新報社、朝鮮通信社などの事業体、そして総連の各地方本部、朝鮮大学校から祝電が送られました。祝電は、朝鮮労働党第7回大会で朝鮮人民皆の絶大な支持と信頼により、朝鮮労働党委員長に選出された敬愛する金正恩元帥に、総連の活動家と在日同胞皆の熱い忠誠心を込めて最大の栄光と最も熱烈な祝賀を送る。元帥を朝鮮労働党委員長にいただいて、金日成主席と金正恩総書記が切り開き一生を捧げてもたらした父の社会主義運は、いかなる試練も果敢に乗り越えて最後の勝利を目指してさらに力強く前進し、総連と在日朝鮮人運動も父の道一筋に沿って海外同胞運動のモデル、祖国愛、民族愛の先駆者としての尊厳と栄誉を代を継いで轟かすことができる。こう述べ、金正恩元帥の健康を祈る言葉で結んでいます。2017年の極東産の偉人賞賛の大会マルタ準備委員会が発足しました。準備委員会は、2017年の極東産の偉人賞賛の大会を機に、偉大な金日成主席と金正日総書記、敬愛する金正恩元帥の不滅の業績を称える政治文化の催しを広く行うことにしました。また、2017年の極東産の偉人賞賛の大会デンマーク準備委員会がコペンハーゲンで発足しました。16日、レオポルド・オルティス・センティ執行委員兼公安労組書記長を率いるペルー勤労者総連盟代表団が、マンステの丘の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。16日、朝鮮労働党第7回大会を祝う平安南道、平安北道、ファンゲ北道、関運道の道民大会がそれぞれ行われました。地元の党政権、経済機関、勤労者団体、工場、企業、農場、大学などの人々が大会に参加しました。発言した人たちは、朝鮮労働党第7回大会は、全社会の金日成・金正恩主義化の旗のもと、労働党をさらに強め、
父の革命偉業達成を目指す戦いで、新たな分水嶺をなす勝利と栄光の大会だった。敬愛する金正恩元帥が、歴史的な第7回党大会で、朝鮮労働党委員長に選出されたのは、元帥への人民軍軍人と人民皆の高潔な忠誠心と絶大な信頼の表れで、国と民族の万年の敬意を裏打ちする革命的な大啓示である。偉大なキム・イソン・キム・ジョン主義の旗を高く掲げ、キム・ジョン元帥の周りに固く結集して、父の革命偉業の達成のために力強く戦おうと述べました。ついでパレードがありました。敬愛する金正恩元帥の朝鮮労働党委員長選出を祝う在日本朝鮮人中央大会が14日東京の朝鮮文化会館で行われました。総連中央常任委員会法正万議長と総連中央顧問局長中央団体事業体の責任者、関東地方の総連本部委員長、総連の活動家と同胞、朝鮮大学校の教職員学生、朝鮮高級学校の学生代表が参加しました。法正万議長は祝賀演説で、共和国の強力な海外同胞組織である総連が、代を継いで指導者と証人に恵まれ、不正室の偉人である敬愛する金正恩元帥を、父偉業の最高指導者、朝鮮労働党委員長に高くいただいたのは、幸運光栄この上ないことだと述べました。大会では、金正恩元帥に送る手紙が読み上げられました。一方、金正恩元帥が朝鮮労働党委員長に選出されたことを祝う朝鮮総連中央写真展と芸術公演が14日東京の朝鮮文化会館で行われました。敬愛する金正恩元帥の朝鮮労働党委員長選出を祝う集いが10日、ウズベキスタン朝鮮文化伝統老人協会の主催により、ウズベキスタン駐在朝鮮大使館で催されました。集いにウズベキスタン朝鮮文化伝統老人協会の人と朝鮮人芸術団団長朝鮮人が参加しました。参加者たちは会場に掲げられた偉大な金日成主席と金正日総書記の写真に献花し、心からの敬意を表しました。一方、金正恩元帥の朝鮮労働党委員長選出を祝う集いが10日、キルギスコリョ人統一連合会の主催によりビシケクにある朝鮮センターで行われました。13日、モスクワで朝鮮労働党第7回大会支持ロシア社会会委員会の主催で、敬愛する金正恩元帥が朝鮮労働党委員長に選出されたことを祝う集いが行われました。集いには、朝鮮民主主義人民共和国との友好文化協力ロシア協会、ロシア連邦共産党モスクワ市委員会、ソ連共産党中央委員会、国際平和基金連合、朝鮮戦争参加者理事会、ロシア科学院東方学研究所の人たちが参加しました。ロシア駐在朝鮮臨時代理大使と大使館員が招かれました。集いで発言した人たちは、尊敬する金正恩元帥が第7回党大会で朝鮮労働党委員長に選出されたことを心から祝う。金正恩元帥の正しい導きのもと、朝鮮人民が党大会で示された課題の実行で大きな成果を収めることを祈ると述べました。集いでは金正恩元帥に送る祝電が採択されました。南朝鮮の各界の人たちが、国の統一のために尽くして成した偉大な金日成主席と金正日総書記の不滅の業績を高く称えています。フリーライターのファン・ナンゴクさんをはじめ各階層の人たちは、金日成主席は祖国愛と民族愛人民愛を一生の議論として国の統一のために献身的に尽くした。主席は先見の明で統一の進路を東大のように示した国の統一の導き手で老練な政治家だったと述べました。南朝鮮の各界の人たちは、金正日国防委員長が民族皆に持たせた朝鮮民族同士の理念は6月15日統一時代の勝利の旗印として明るく輝いている。6月15日共同宣言、10月4日宣言の採択と、その後の民族の団結と統一のための道で収められた大きな成果、
諸村民族が発揮している民族自主精神と民族挙げての連帯と連合は、必ず国の統一をとの国防委員長の思想の輝かしい実りだと述べました。南諸村のインターネットメディア民衆の声によりますと、14日クァンジュの民衆広場で民衆労総、全国民衆労働組合総連盟と進歩連帯の主催で、5月18日クァンジュ民衆構想36周年精神継承労働者大会民衆大会が開かれました。民衆労総主席副委員長、進歩連帯常任代表など南諸村各地から集まってきた労働者、農民、青年学生と野党議員が参加した大会で、参加者は闘争決議を発表しました。決議は、5月の闘争は終わっておらず、今も脈々と引き継がれている。民衆の力で現政権の傲慢さを審判した4月総選挙の成果は、より積極的な闘争を求めていると指摘しました。大会の後、参加者は民衆大行進を断行しました。南諸村の CBS 放送によりますと、南諸村のセヌリ党がセウル号惨事の真相究明に固くなに反対しています。10日セウル号惨事特別調査委員会の活動期限延長のための国会会議は、セヌリ党議員の参加拒否で破綻しました。今回の第20代国会議員選挙で民進の厳しい裁きを受けた以後も、現当局者とセヌリ党はセウル号特別法を改正して特別調査委員会の活動を延長し進化させることについての人民の要求に固くなに反対しています。12日、南諸村の全国民衆労働組合総連盟が南諸村当局の反労働政策を非難する声明を発表しました。共和国の海外派遣公民に対する南諸村当局の集団的な誘引拉致の犯罪を糾弾する集いが、バングラデシュ戦軍政治研究会の主催で11日バングラデシュのボリサルで行われました。ボリサル地域の各階層の人々が参加した集いで発言した人たちは、南諸村当局は被害者家族の当然の要求を受け入れ、集団的に誘引拉致された共和国公民を直ちに送り返すべきだと主張しました。またドイツ判定フォーラムは12日、南諸村当局の共和国公民に対する集団的な誘引拉致の犯罪を非難する声明を発表しました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大ユンスクでした。こちらは諸村の声放送です。